思いを届ける俳句ポストつとむくん。こんにちは。僕、俳句ポストのつとむくん。僕の好きなことは、思いの詰まった俳句をどこかの誰かに届けること。君が書いた俳句を僕に投稿してくれたら、この番組で君の俳句を紹介するよ。5月から僕たち俳句ポストは町内のすべての中学校に居住権をいただきました。これからますます俳句が盛り上がっていけそうだな。今回は4月、5月の俳句を紹介するよ。まっすぐの浜をまっすぐ春夕焼け。まっすぐな浜をまっすぐ春夕焼け。稲中春彦。まっすぐをひらがなと漢字とで書き分けた工夫のある句だね。水平線に太陽が沈みかけ、空は真っ赤な夕焼け。美しい春の海岸風景が浮かぶね。会う涙、わかるる涙、花の縁。会う涙、わかるる涙、花の縁。藤村まち子。年度替わりの歓送迎会の様子がうまく読まれているね。急行の花びら浮かべ露天風呂。急行の花びら浮かべ露天風呂。新池のメダカ。旧友との再会かな。春の開放感とゆったりした時の流れに花びらも仲間入りし、楽しいひとときが伝わってくるね。またの再会もここ大島でね。ネギ坊主日ごと膨らむ知恵袋。ネギ坊主日ごと膨らむ知恵袋。藤野純子。ネギ坊主とはネギの種が入っている袋のこと。作者はだんだん大きくなる種袋を知恵袋と表現したんだね。重役の白さ褒めゆく薬売り。重役の白さ褒めゆく薬売り。藤野純子。この重役とは毒ダミの花のことだね。重役と薬売りが掛け合いとなり、灰味のある句になっているね。タンポポの綿に乗っかり飛びたいな。タンポポの綿に乗っかり飛びたいな。高橋武文。タンポポが春風に乗ってふわふわ飛んでいる様子を見て、高く遠く飛んでいってみたいなという夢を膨らませた素晴らしい句だね。高台に陸奥のスクリュー花の散る。高台に陸奥のスクリュー花の散る。堀智子。海底に花と散った
戦艦陸奥と乗り込み、引き上げられたスクリューに桜の花びらが降り注いでいる様子を読んだ句だね。招かれてどうもどうもと花むしろ、招かれてどうもどうもと花むしろ。西山勇。むしろとはござのことで、この句では桜の花びらが一面に散り積もった花見の場が浮かぶね。どうもどうもという言葉がとても効いていて楽しい句になっているね。山桜雑木林を彩れり、山桜雑木林を彩れり。西川貴恵。3月から4月にかけて開花する山桜、新芽が若葉に変わる頃の雑木林は緑一色。そうした中で山桜の白さはきっと際立っているね。色彩感覚豊かな句だね。カエルたち水仙ラッパ鳴ってるよ、カエルたち水仙ラッパ鳴ってるよ。砂田玲奈。春になりラッパ水仙の花が咲いた。冬眠しているカエルたちに早く目を覚ましてと呼びかけているような楽しい句だね。生き仏同士の出会い彼岸祭、生き仏同士の出会い彼岸祭。西山明子。年をとっても元気でお彼岸のお参りができ友達にも会えた喜びが歌われている句だね。妻と騎士夏の思い出粉コーヒー。熊丸幸男。春一番島ゆすぶりて海へ去る。船木きぬこ。車椅子砂に取られて春うらら。読み人知らず。病院の大窓にある初夏の海。瀬戸望む。豆めしや昭和育ちの和の絆。西村のりえ。おじいちゃん夏の光といい勝負。尾本浩紀。今回の俳句レッスン、投稿してくれた句を例にとってワンポイントアドバイスをするね。夏の海キラキラ光る地平線。清水正弘。清水くんが言いたかったのは地平線ではなくきっと水平線のことだよね。水平線といえば海のことだから、夏の海は何か別の言葉で表した方が良いように思うよ。考えてみてね。
かき氷、練乳ないと食べられない。さくらんぼ。さくらんぼさんはかき氷の練乳のおいしさが忘れられないんだね。ただ食べられないという否定的な表現よりも、例えばかき氷、あの練乳の甘さかなとかの方が君の思いが伝わるよ。かしわ餅、食べて気づいた桜餅。菊中優穂。食べてみて桜餅だったことに気づいてラッキーと思ったのだね。ユーモアは俳句の大事な要素だよ。それがよく読まれているね。ここで平成26年度後期つとむくん大賞を発表します。まず入選句を発表します。選ばれたのはこちらの句です。それでは特選句の発表です。特選句はこちらです。皆さんおめでとうございます。選ばれた方々には周防大島特産品と俳句ポストつとむくんの DVD をお送りします。どうぞ皆さんご献金を